それで、エーデルガルト。闇にうごめく者の新しい情報って？なぜかこの会議に参加している彼女に関係があるんですか？やあ、リズ。お邪魔してるし。そうよ、リシティア。彼女も私たちと同じ。彼らによって運命をねじ曲げられた者の一人、というわけよ。そんな、待ってください。ってことは、ハピの噂って真実。奴らの実験によって得た力なんですか？そうだよ。もしかして信じてなかった？ええ、根も葉もない話だと思ってました。他人と関わりたくなくて自分で流した嘘か、誰かが嫌がらせで広めた妄言かと。嫌がらせだったら相当ひどいじゃん。でも、信じてないって、ちょっと嬉しいね。それで、本題に入っていいかしら？あなたはついてこられている？ああ、任せてくれ。あんた、まさか何も知らないのに適当な返事をしたんじゃないでしょうね。とりあえず説明を続けるわ。後でハピにでも事情を聞いてちょうだい。ハピを捕らえていた者の名はコルネリア。かつて王国の宮廷魔導士だった人物よ。調べによると彼女は闇にうごめく者の一人だったらしいのだけれど、すでに王国軍によって撃たれている。国王への反逆を企てたとしてね。本当に死んでいるんですか？身代わりを置いて逃げ延びた可能性も。そこは王国軍の腕を信頼するしかないわね。直接確かめる術はないもの。まあそれでおばさんが昔拠点にしてた場所を見つけて、何か残ってないか調べようって話になったんだよ。ハピの証言から推測して、コルネリアが拠点にしていた場所の一つが王国の中西部にあると睨んだの。戦線がそこまで北上した今、ようやく調査できる。なるほど。ハピが仲間になってから結構経つのに、なんで今頃と思ったんですが、そういう事情で今この時なんですね。わかりました。で、俺は何をすればいいんだ？敵が現れた時の護衛役か？それとも俺のこの力にも何か関係してくるのか？今のところは護衛役の方ね。でも何かがわかる可能性もある。無駄足に終わることさえあり得るけれど、あなたの力も貸してちょうだい。いいぞ。もちろんな。お前のことも守らなきゃならないし。そういえばヒューベルトはどうした？この手の話には必ず顔を出してたのに。いろいろと問題が起こっていてね。忙しいのよ。さあ、行くわ。さっさと片付けてしまいましょう。私たちを未だ苛む闇を打ち払うために。ここがハピの証言から割り出した場所よ。何かがあるといいのだけど。怪しいですね。明らかに彼らの痕跡があります。侵入者だと？地肌で消せ。間違いないね、ハピ。昔ここにいたことあるし。しまった。
見ていなさい。見ていなさい。任せてください。やってみせます。やっちゃうよ。はいはい、任せちゃった。少し休んでろ。さあ、とっとと落としてしまいましょう。ここを攻めるよ。任せなさい。やってみせます。やっちゃうよ。はいはい、任せ。俺に任せとけ。よし、敵が突然襲ってくるかもしれない。警戒して進むぞ。どこに何があったかな。全然覚えてない。分断された。悪いけれど開けさせてもらう。閉じ込められた。救出を急ぎましょう。気になるところはないですね。少し休んだろ。やった。見ていなさい。見ていなさい。やっちゃうよ。はいはい、やっちゃうよ。任せてください。やってみせます。予定通り行くわよ。私の力。
私、子供じゃないので。来ちゃったか。見ていなさい。これで終わりよ。叩き切る。コルネリアの研究は、私が受けた実験とは方向性が違うみたいですね。つまり私のものとも違う。ピシティアの未来のためにも何かつながりを見つけられたらいいんだけれど。閉じ込められた。仕方ない、やってやるぞ。やっちゃうよ。はいはい、任せてください。やってみせます。あ、この部屋懐かしいじゃん。記録とか残ってないかな。ハピの紋章の力を増幅する、変容させる、なんかいろいろ痛い目にあったんだよね。痛い目って平気そうに言うな。気分は大丈夫か。まだ捜索していない部屋がありますね。行ってみましょう。私の力見せた。やっちゃうよ。はいはい。これが妖精だ。その2階段だけ閉じ込められたわね。救出を急ぎましょう。やっちゃうよ。はいはい、予定通り行くわよ。私の力見せてあげる。えっ、やなん、え、私の出番です。山がないのはあんたたちも同じです。帰り討ちにしてあげますから。はい、立ち止まってる暇はない。さあ、とっとと落としてしまいましょう。やっ、やっ、これは武器かしら。彼らの技術が作られているのは俺の武器との共通点はないか。だが見たこともない形なのは同じだよな。来ちゃったか。任せなさい。
任せてください。やってみせます。やっちゃうよ。はいはい。何もない感じ。次行こっか。ほとんど見て回りましたね。他には何かないでしょうか。俺の出番か。今何か聞こえなかった？あっちの方。ここ地下牢？ハピの入ったことない場所じゃん。この空気、球場の地下に似ているわね。どれだけの人が犠牲に。同盟でも帝国でもここ王国でも、彼らの悪行はとどまることを知らない。なぜ仕掛けが動いた？まさか我らの同胞が。これが妖精だ。その身を切らんのけ。お主、何が目的かわからぬが覚えておけ。目的？いや、それなら口にするはずもないわ。見つけたものを回収して外に出ましょう。詳しい調査はヒューベルトに引き継ぐわ。思ってたより何もなかったね。意外と心にも来なかったし。で、ガーティとリズはそうでもないみたいじゃん。そんなことはないわ。あなたほどではないけれど、私も平気よ。エーデルガルト、虚勢を張る必要なんてないんじゃないですか。私は正直最悪な気分です。あんたもでしょ。ハピの心が強すぎるんですよ。そうね、過去の悪夢を掘り起こされた気分よ。この拠点は今はほとんど動いていなかったようだけれど、コルネリアの生前にはさぞ多くの人が鎖につながれ、実験台に
前らも似たような目に遭ってきたんだよな。なんというか、命があってこうして一緒に戦えてよかったと思う。ただ運が良かっただけですよ。あるいはただ運が悪かっただけ。そしたらさっさと帰ろっか。敵の仲間がまた現れちゃうかもしれないし。ああそうだな、それがいい。帰ってうまいものでも食べて気分を切り替えたらどうだ。甘いもの？仕方ありませんね。いいですよ、付き合いましょう。いや俺はうまいものって、まあ甘いものでもいいが。そうと決まれば急ぎましょう。この4人でお茶会ですね。エーデルガルトもハピもいいですか？ええ、もちろんよ。ハピもいいよ。なんだか珍しい並びじゃんね。リズとガーティーはいつもお茶会してる気もするけど。え、そうですか。エーデルガルトと一番お茶会をしてるのはモニカだと思いますが。そうか、リシティアの方が多くないか。あとはフェルディナントに付き合わされたり。それを言うなら君も相当じゃん。ガーティーのお気に入りって言われてるし。なんだか散々な言われようね。それではまるで私が一日中お茶会をしているみたいじゃないの。へえ、したりないって。ガーティーはもっとお茶会した方がいいよ。いっつも働いてるじゃん。そうだな、逆にハピは仕事をした方がいいし、リシティアは甘いものを。何ですかあんた、私は別に甘いお菓子なんて、お菓子なんて。ハピはハピのようにしてるのも仕事なんだから、ガーティーと比べないでよ。いや、どっちも事実だろう。俺は譲らないぞ。そういうことを言うんですね。それならあなたの分のお菓子ももらっちゃいますよ。危な、ため息つきそうだったし。ため息？本当におかしいわね、あなたたち。あなたたちのような仲間がいて、私は本当に心強いと思うの。釈然としない話だが、エーデルガルト、お前が笑ってくれるならそれでいいか。